マジで木田さんに貸したいんなら話は別だけどな。弱点ね。待ってな、坊主ども。心当たりあるんです？なあ、木田さん。噂の一年くんがあんたの弱点知りたいって今来てるんすけど、木田さんって弱点あるんすか？え？変われ？おいっすけど。おい。いい度胸してるね。今すぐ屋上来なよ、ハートリーくん。ちょっと何してくれてるんですか？僕これから死にますよ。ああ、本人に聞いた方が早いと思ってだな。バカ！ほんと、いい度胸してるよね。どうしてくれようかな。誰がバカだって。すみません。何騒いでんだお前ら。せっかく昼寝しに来たのにうるさ。鹿島さん、なんで行くとこ行くとこお前がいるんだよ、ストーカーか。すみません、戸坂さんに用事があり。戸坂？こいつ木田さんと勝負したいんだって。は？勝ってお前との関係認めてもらいてって話。よかったな、柏ちゃん。ちょっともよくねえ。まったく、どいつもこいつも。柏さん、落ち着いて。木田さんと勝負なんて無謀なことやめちまえ。とっとと諦めろよ。心配してくれてるんですか？それとも迷惑？別にどっちでもない。なら僕諦めませんよ。鹿島さんのこと好きな気持ちは誰にも負けません。我らお邪魔なら帰りますけど。てかそれじゃん、それそれそれだ。なんだよ平方。木田先輩を認めさせるには二人のラブラブっぷりを見せつけるしかないんじゃないの？だって今ラブラブじゃん。ラブラブだったな。なんでそうなるんだ。おい、羽鳥も何か言えよ。柏さん、とりあえず手をつないで屋上行ってみます。屋上より高いとこ行っとけ。なんで俺まで。俺は絶対手助けしねえからな。それにしても本人に直接弱点聞くのはさすがにバカ。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。